OK です。じゃあ今日はすみません、ありがとうございます、来ていただいて。行こう。ジャッジ大会でやったことある人、スタイル問わず。あ、じゃあ半分半分ぐらいか。とりあえず、あ、じゃあ練習とかで含めてジャッジしたことある人、全員ですよね。まあこの今回は、想定してる対象者は、ジャッジはやり方は実は知っててけど、 BP スタイルのジャッジがはあんまやったことないっていう人、ジャッジは知ってるけど BP スタイルに関してはちょっとわからないっていう人を、まあ、想定してるんですけども、ただ序盤はちょっとジャッジ全般的なことも軽く触れたいなと思ってます。で、あともう一つ心がけていただきたいのは、聞くときにディベートのレクチャーって教科書と違うんですかね。ディベートのレクチャーって批判的に聞いた方がいいと思うんですよね。決まったルールはありますけど、大部分はおそらく個人的な経験に基づいて喋っていることなので、だからこうレクチャーで話していることは、まあ、僕のなんか主観とか入ってるかもしれないし、だからそこはこうなんていうか鵜呑みにしないで批判的に聞いてほしいなと思います。 OK ですか。はい、ですね、じゃまずこんな感じなんですよ今日は。でまず早速1なんですけど、まあ、ジャッジレクチャー始めるにあたって、これはすごい言っていいのか分かんないんですけど、まあ、ジャッジは結局実践を積み重ねることなんですよね。レクチャーでこういうふうにジャッジすればいいって言われたらもう実際できるわけじゃないので、なんていうんですか、レクチャーはほどほどに聞いて、とにかく実践で掴んでほしいなと。まあ、今日は午後2ラウンドあるんで、そういうふうに、思います。2つ目に言いたいのは、BP スタイルでも、ジャッジの仕方はあまり変わらないというか、そのジャッジングの、根本的なところは変わらないので、なんていうか、BP スタイルだから、今までやってきたことをガラリと変えるっていうのは、必要ないです。と同時に、なんていうんですかね、BP スタイルのジャッジ、BP だからこう恐れるっていうことはないようにしてください。はい、で、ですね、最後に、ジャッジングはディベートと同じで、自分のスタイルはあっていいと思うんですよね。なんか、なんていうんですか、癖というか、どうしても出てきちゃうものなんだ。ただ、まあ、今日レクチャーでやるのは、自分のスタイルはあってもいいけど、それでも絶対に抑えなきゃいけないことっていうのを、まあ、今日やっていきたいなと思います。はい、イントロ終わりです。で、次に2番のジャッジの役割なんですけど、ジャッジの役割ちょっと教えてください。冒頭出すことです。はい、あと2つあります。合ってる合ってる。これで。中山、ジャッジの役割、冒頭出すことと、あ、もうめっちゃこれおさらいな感じなので、実際ジャッジするときにこう冒頭出して、その後何するの？うんうんうん、なんかリフレ君って、だからボート出した後、あれをなんかリーズンフォーディシジョンを言うごめんね、すごい当たり前のことで、あそこに書いてある RFD はリーズンフォーディシジョンです。リーズンフォーディシジョンを言う、あと最後にその後にやること、そうですね。だからこう建設的なコメントをしてあげると、まあ、リフレック、うん、でもこの3つはBP スタイルでも変わらないんですね。で、まあ、BP スタイルではその、まあ、クワが冒頭って言ってくれたけど、冒頭っていうのは、BP スタイルでは結局その順位を、伝えると
いうことです。1位は誰々、2位は誰々っていう、3位誰々、4位誰々っていうのを伝えてくださいと。まあこれは当たり前ですよね。つまりジャッジの役割はそういうことです。どんどんトントン拍子に進んでいくんですけど大丈夫ですか？多分大丈夫だと思うんですけど、3番目に、ジャッジングをするときのなんか心構えみたいなことをちょっと軽くお伝えしたいんですけど、気をつけてることってありますか？ジャッジするときに。なるべく主観を入れないというか、うん、オーソリティがあるからといって客観的に見ると間違いないね。多分それが多分一番大事なことだと俺は思うかな。で、客観的っていうのはつまり、まあ、客観的の中の一つは、まあ、言ってくれたように自分の主観を入れないこと、あともう一つは、自分の専門知識を入れないことって言って、ディベートを見るときに自分が経済学部だから、まあ、市場がどう動くか分かると、 PM がマーケットメカニズムの一言でポイントを立たせたと判断してはいけないっていう感じかな。まあ、ある程度説明を してほしいなと、まあ、そんな感じでとか、なんだろう、理系で、まあ、地球温暖化が実は人間の経済活動によって引き起こされたものじゃないっていう仮説があるのを知ってても、まあ、一般社会ではそうとされていると、うん、だからそのなんていうか、その証明責任を重く見ないみたいな、そういうこう調整は必要かなっていう。つまり自分のバイアスっていうのを認識して、それを排除するっていう、はい、客観的に見るっていうのは間違いないですね。あと2つあるんですけど、2つ、全体的に、あ、じゃああと3つあるでしょ。あ、はい、全体的にっていうのは、まあ、細かいところも含めて、なるべくジャッジ、ディベーターが言ったことはなるべくあれ無理に取り込むようにして、あと、まあ、自分が考えるときも全部考えたりする。そうです。例えば、つまりその全体的にっていうのは、その勝手にある一種を排除しないみたいな、そうです、自分はこの申し訳こういう議論があるべきだから、それにそぐわない議論はあまり全く評価しないっていうのは間違ってるっていうのは正しい。で、まあ、これはすごい逆説的だけど、ディベートのジャッジにおいては、まあ、全体、ラウンド全体をちゃんと見るというのも大事だし、同時に細かくも見なきゃいけない。だから包括的にかつ具体的に、議論を見なきゃいけないですよねっていう。で、まあ、ちょっと時間があれなんで言っちゃうと、まあ、3つ目に当たり前なんですけど、よく言われるアベレージリーズナブルパーソンであること、これはまあさっきの専門的な知識とまあちょっと似てるかもしれないですけど、まあ社会問題とかにある程度興味のある大学生、そして聞いてください。なんかここはなんか多分いろいろデフィニションが分かれるんですけど、アベレージリーズナブルパーソン、大学を卒業してるとか一般社会で働いてるとかいう想定するのか、それは僕も分からないんですけど、まあ、とりあえず大学卒業した人間がどんなものなのか、まだ卒業してない僕が分からないので、とりあえず大学で学んでる人みたいな感じでいいと思うんですよね。で、4つ目に、これは当たり前だけどすごい忘れてほしくないのは、ジャッジっていうのはすごい責任のある立場に置かれているっていうことは絶対に忘れないでほしいなって。特にジャッジに慣れてくると、もうなんかここが結構おろそかになっちゃうんですよね。ただやっぱりそのなんていうか、ディベートはすごい頑張って、特に大会だとディベートはすごい準備してきてるわけだし、そのBP のラウンドでは、2位と3位 その差だけでもうブレイクができたりできなかったりするので、まあ、エージャンとかエネと同じなんですけど、そこ順位一つで結果が変わってきちゃうということがあるから、その絶対にちゃんとした論理的な理由があって、
順位とかを出すようにしてほしいなっていうふうに思います。であと大会においてその明らかにちょっと下の方のラウンドだなと思っても気を抜かないことが大事。これはよくワールドとかでブリーフィングで言われることなんですけど、まあなんていうか、これはおそらくあのバブルの下でブレイクの可能性はないチームだろうなと思ったとしても、あのちゃんとジャッジをする。それはまあもちろんディベなんていうか、まあそれが正しいことだからっていうのもそうだし、あともう一つはそのメインブレイクがかかってなくても、日本でいうとルーキーブレイクがかかってるチームかもしれないし、国際大会でも ESL ブレイクとか EFL ブレイクがかかってるチームかもしれないから、だからそのそういう2つ目の理由でもちゃんとどのラウンドもあの平等に見てあげてください。どのラウンドも重要ですっていうことです。はい、あのちょっと、まあ、当たり前な精神論を話したんですけど、ここまで何かありますかね。ないですかね。ああ、そう、なんか最初に言わせたんですけど、何かあったらどんどん言ってほしいなって。はい、ディベーターがそのさっきチキンオンラの話だったら、まあ、とんでもない仮説を言ってきたとするじゃないですか。なんか、まあ、なんかちょっとあんまり常識では違うような、それをそのなんかどんな仮説か気になるけど、むしろ CO2 じゃなくてなんか水が温暖化の原因なんだねみたいな、少しでそれでアベレージリーズナブルパーソンとしてそれをその排除すべきなのか、アベレージリーズナブルパーソンって結局どうなのか難しいなと。例えば今の水の例だったら、アンリアリスティックっていう理由で排除しても文句は言えないなと思う、今の水の例だったら、っていうのも今あの前の列に座ってた一人がそれはねえだろって言ったようにやっぱ聞いててそれはないと思う。でそこはなんていうか、まあロジカルに、いや水が温暖化の原因ならおそらく今温暖化が始まってるわけじゃなくて大昔から始まってるはずだからみたいなロジカルな理由で排除するっていうよりも、いやそこはあのアベレージリーズナブルなんとかとして非現実的だと思ったのでって十分だと思う、うん、あとなんか IR とかで逆に専門知識があって、いやそれって違くねっていうのはどう取るんですか。そこはすごい気をつけなきゃいけないと思ってて、実際ディベート界でも IR 強いディベーターとかいるからね。でただそれはその専門知識は、知ってたと、知ってたとして間違いに気づいたとしてもそこの専門知識は排除するべきだなと思ってる。ただもしその差が他のところで差がつかなくなってきて、どうしてもそのある程度の介入が必要とされたときにそれを言うのなら俺はいいのかなと思う。なぜならそれは正しいことだから、うん、ただ今の言ってくれた例は、まずは配慮するべきかなと、うん、もちろんそのどれだけ専門的なことかによると思うんだけど、アメリカとイスラエルの結びつきが強いのは自明のことだから、そこは別にある程度考慮していいと思う。例えばなんかイスラエルとアメリカ離れつつあるみたいな、離れつつあるかもしれないけど、なんていうかもう全くもう敵同士だみたいなことを言ったら、それはさすがにアベレージリズナブルパーソンとして嘘だっていうふうに判断していいと思うけど、もう少し専門的な内容だったらそれは排除するべきだと思います。他にありますかね。大丈夫ですか。じゃあ次に、ジャッジングの流れなんですけど、まあ1ラウンドが終わります。2何しますか。ラウンドが終わったら、じゃあ、冒頭だ。その通りです。ラウンドが終わって2は冒頭出す。つまり今ちょっと細かく言うと、まあ、順位とリズムディシジョンをまあ用意する。で3に、
BP のラウンドでは重要なのがディスカッションがあると。これがすごい重要なんですけど、それは後でやります。ディスカッションがあって、で4つ目に、ディスカッションがあって、で、4つ目にその順位とあとスピーカーズスコアを決める。で重要なのはエージェントと違って、1つの順位と1つのスピーカーズスコアを、チェアとパネル協力して決めるっていう、そこが大きく違うところ。で、5つ目にオーラルアジュディケーション、つまり順位を説明して、リーズンポジションを説明して、まあ、建設的なコメントをしてっていう。で、まあ、最後に大会だったら、6点目に、フィードバック、ジャッジ感度をすると。チェアだったらパネルを評価するし、パネルだったらチェアを評価するという感じですね。はい、ジャッジの流れは大丈夫ですかね。時間とか難しいっていうか、その大会によって違うと思って、ただ、自分の順位リズムポジションは俺の感覚では3分以内ぐらいに出す、まあ、それか5分以内に出すっていうのが、まあ、アベレージかなって思う。つまり時間がないっていう結論に至るんだけど、で、そうだね、ディスカッションに関しては10分から15分ディスカッションをするっていう認識でいいかなって思います。つまりラウンドが終わって15分から20分後にはもうオーラルアジュディケーションが始まってるっていう。そうですね。他にありますかね、流れについて。BP ノビスはそんな感じだった？はい、はい、5分でディシジョン出して自分ので15分ぐらいディスカッションにかけるみたいな、はい、だそうです。はい、すごい、もう次僕5番に移ろうとしてるんですけど大丈夫ですか？すごい飛ばしてるんですけど時間が押しちゃってる関係で。まあ、大丈夫ですよね。そうですね。次に順位の出し方で、多分これがすごい肝だと思って、まずその具体的なこの基準をもとに決めるべきっていうことを言う前に、順位を決める上で考慮すべき要素は決まってる。ただそのラウンドによってそのこの要素を重く見るべきとかいうのは変わってくると思う。例えばラウンドのレベルが高かったらロールプリフィルメントっていう要素はおそらくそこまでこう引っかかるディベーターは出てこないと思う。むしろその議論の優劣とか、ラウンドの貢献度とかいう観点が重要になってくるし、けどそもそもロールプリフィルメントがあまりなってないっていうラウンドだったら、それはもちろんロールフィルメントの重きが、ロールフィルメントの要素が重くなってくる基準が。だそのなんていうか、ラウンドによってそのなんていうか見方っていうのは若干変わってくるっていうのは常だから、そこはちょっと覚えておいてほしいな。で、問題はその何を基準に見るかっていうことなんですけど、これは3つあると思って、BP ラウンドで。1に、他のスタイルと全く同じように、議論の優劣で判断をする。つまり、どういうポイントが展開されていたか、もうポイントの前にそもそもケースは何かっていう。で、そのポイントに対してがどういうロジックとかエグザンプルで説明をされているか、どういう反論がなされたか、そもそもその、イッシューはモーションにレレバントかどうかとか、
っていうその他のスタイルと全く同じように、議論の優劣を判断してほしいと思います。でこれ議論の優劣をどうやるかっていうのはもし分からなかったらまた後で聞いてほしいんですけど、ただ、まあ、分かっててほしいなっていう感じです。ただ BP スタイルではこの一つ目の議論の優劣の基準だけで見たら多くの場合で起こるのはおそらく、クロージングがオープニング出てるマテリアルをバッサバッサ切ってクロージングディベートになるっていうことが増えてくると思うんですよ。でそれはちょっと間違ってると。でそこで重要になってくるのが2つ目の基準で、つまり BP のスタイルではその貢献度が重要だと。ラウンドを作る上でどれだけそのチームが貢献したかっていうのを見なきゃいけない。これがあるからたとえオープニングの議論がラウンドが終わった時点でクロージングによって消されていたとしてもオープニングはクロージングより上の順位に来ることができる。つまりそのラウンドの土台を作っていくとか一番需要とされている一周を出したのがオープニングだったからとか、だからそのラウンドへの貢献度っていうのがこの2つ目の基準です。でそれは何ていうかそのオープニングがその土台を作ったとかいうのは一つのエクザンプルだし、それはクロージングにも言えてこの貢献度っていうのは、つまり例えばクロージングでちょっとあまり強いエクステンションがなかったとしても、つまり議論の優劣がそこまで正直上に来なかったとしてもラウンドの早い段階で王子に対してあるクリティカルな声をしたから、王子がそれに応えてラウンドが前に進んだと。だからその細かい例えば声による貢献度っていうのも重要になってくるねということです。多分他にもいろいろエクザンプルあると思うんですけど、はい、で3点目に3つ目の基準が、まあ、ロールフルフィルメント、つまりすごいいい議論をしてたとしてそこでラウンドに貢献してるとしてもマター的に、そのやっぱ BP では各スピーカーに求められている役割があると、まあ、一番わかりやすいのは、ウィップスピーカーとかわかりやすいというか、まあ、BP 特有なのに言うとやっぱウィップスピーカーだったら、まあ、ラウンドをまとめるけどまとめるっていうだけじゃなくて自分たちのエクステンションを元にまとめる、でエクステンションを押すと同時に別に反論はもちろんしてもいい。ただそのニューマター、ポジティブマターはディスクレッジ、もしくは許されてないとか、そういう決まったルールがあるから、それをちゃんと満たしてるかっていうのを見なきゃいけないですよねっていう。で、よく BP のラウンドでちょっと思うのは最近、みんなこうメンバーとかウィップはすごいロールフルフィルメント厳しく見てるんですけど、実はオープニングのフルフィルメントも大事だよね。だからこうデピティが実は怠けてるっていうか、例えば DPM で LO のマターに全く返せてないっていうのは問題なんですよ、明らかに。デピティではその反論するっていうのは一つ重要なロールだから、ただそれがちょっと見過ごされがちだなっていうのは感じる。だからちゃんとこのなんていうかクロージングはもちろんロールフィルメントももちろん大事だけど、それはオープニングも全く同じようなことが言えて、ちゃんと例えば PM のデフィニションがちゃんとなされてるかとか、っていうのも大事ですよね。ただまあ、ロールフルフィルメントは、3つ目の基準として重要。で、重要なのは、この3つの基準を、包括的に見ること。だからこう、ディベートのジャッジっていうのはそのチェックボックスではないから、よし、これ満たした、これ満たした。けどこれ満たしてないから3位とかそういうことじゃなくて、まあ、総合的にこの3つの要素を、判断してくださいっていうふうにっていうことですね、うん、であと気をつけることナンバー2は、あくまでその相対的に見るってこと、チームをつまりなんていうか絶対的評価ではこのチームはできてない、勝ったとしてももしかしたら隣のチームの方がもっとできてないかもしれないとか、分かりやすい例はオープニングガバメントが PM がディフィニションしくったと、ロールフリーフィルメントですかなり、まあ、反してる
おそらくこれはまあ4位だな、おそらく4位だなって考えるのは別にいいと思うんですけど、あ、もう4位だっていうのはない。つまり王がもう全くそのデフィニションの悪さを指摘しないで思いっきり乗っかって、しかもポイントもちょっと微妙とか、そもそも何をあのサポートして何をアゲンストしてるのかもわからない、スタンスがないみたいな。それだったらそれはさすがに王の方が下に来るかもしれないし、だからあくまでその相対的に相対的評価で、ジャッジをしなきゃいけない、これが重要な点だと思う。でこれはなんか結構その経験のあるジャッジでも国際大会とか行ってもこう、あ、もうあいつらは4位だみたいな、ありえないし、例えばよくあるのはなんかこうイクイティに反するようなすごい差別的なことを言ったから4位っていうのはもちろんいい理由ではあると思うけど、ただそれをやったからって言って感情的になって、絶対的評価でそれを4位にするとかいうのは間違ってますよね。あくまで包括的に相対的にちょっとふわふわしてるけど、ラウンド見てください。あとまあ言い忘れたこと、もし何かある質問とか、なんか貢献度ってのはどうやって何を基準にして考えればいいのかっていうのはちょっと主観的にならざるを得ないのかなと思います。正直主観的にならざるを得ない部分はあると思う。で、まあ、とにかくそのラウンドを何ていうか形作ったとか、あとそのラウンドのレベルを上げたとか、よくあるのはこう平行線だった議論にある程度決着をつけたとか、まあ、いろいろ貢献度はあると思うけど、何を基準に貢献とするか。難しいね。今言った例でなんとなくうんうんってなるよね。はい、ただ定義がないってこと。まあ多分それはてかラウンドごとに違うってことでしょ。あ、ラウンドごとに違うのはそうだね。うん、ただやっぱり総じてそのラウンドをどれだけこの形作って前に進めたかっていうのが多分定義になると思う。8人スピーカーがいるわけだから、そのエージャンとか BP が想定してるのは、その NA よりもいろんな視点が出ることを求めてるし、ラウンドスタイルの性質上議論が深まることを求めてるし、そういった中でそのスタイルが求めてることをに答えられてるかっていうのがこうジェネラルの定義なのかなって思う。あと言い忘れたんですけど、まあもちろんマナーっていうのは大事だよね。ただなんていうかマナーで順位をつけるっていうのは絶対間違ってる話だけど、そのなんていうか、あとマナーを独立した基準として見るというよりかは、まあ、その議論の優劣を判断する上でどうしてもマナーっていうのが関わってきてるから、そういった意味でマナーを考慮すればいいかなって思う。つまりこうマターではここだけど、まあ、マナーではっていうよりかは、まあ、マターをこう考慮する上で、まあ、マナーは重要な要素だからっていう感じで評価してほしいと思います。あと2つ目に言い忘れたことは、BP は特有の BP 特有のルールがあるっていうことをちょっと言い忘れてたよね。つまりその今挙げた議論の優劣とか貢献度とかロールフルフィメントだけじゃなくて、例えばよく典型的なのがナイフィングとか、まあ、許されていない、そういう BP 特有のルールももちろん考慮するべき。ちゃんとこの3つの要素を満たしててすごいいいチームだったとしても、オープニングとかなりコントラをしている場合はそれはちょっとマイナス要素として考慮する必要がある。
ということですね。順位の出し方は僕は説明をある程度したつもりなんですけど、何か質問ありますか。OG がクソで CG 正しいこと言ってるけどライティングってありますね。すごいいい質問だね。それは具体的には、ロジックがってことかな。デフィニション、まあもうありますし、キャラクターライゼーションとか。デフィニションに関しては、もしデフィニションだったらね、OO がデフィニションチャレンジをしてなくて乗っかってるなら、CG はかわいそうだけど縛られる。たとえ間違ったデフィニションでも、CG はその間違ったデフィニションの中でディベートをせざるを得ないと思う。ただその、例えばキャラクタライゼーションって今言ってくれたけど、なんだろうね。例えば OG がチュードレンはラショナル、ラショナル、ラショナルって言っていて、CG がイラショナル、イラショナル、イラショナルっていう場合とか。カオスだね。思うのはその CG のやり方だと思って、王子がラショナルラショナルラショナルって言っていて、王がいやって言ってリフュートをしてるとなった時に、 CG がいやイラショナルだとしてもっていう議論を展開させるとしたら、それはナイフィングではないよね、明らかに。で、多くの場合正しかったら CG がジャッジのそのなんか心象としてナイフィングとしては取らないと。なぜならそれが優れてる議論だから。ただここはちょっと他の役者らがいたら、いやそれは間違ってるっていうかもしれないところで、ちょっとカッコつけておいてください。高柳は間違ってるかもしれないセクション、実際僕の経験上ラウンド入ってどうしてもラウンドの流れに沿ってて正しいことを言ってるんだったら、あまりナイフィングとしては取りたくないなっていう心理が働く。はい、なんか多分ナイフィングってなんかやっちゃいけないことってことで、なんか他のこれをやってくださいっていうのはやらなかったっていうよりも、なんかもっと厳しい罰則な気がするんですけど、それやった時にそういう時になんかナイフィングをやったっていうことで、なんか仮に他のチームはなんか結構議論も変だし、変っていうかまあ大したことないし、ロールフルフィルメントも微妙だなっていう時 でナイフィングしてるけど、まあいいことは言ってるし、なんかロールフルフィルメントもいいしみたいな時って、結構ナイフィングを重く取って4位っていうのは全然ありなんですね。ナイフィングは重く取られるべきっていうのは正しい、つまりペナルティの対象だから、だからそれは重く取られるべきなんですけど、ナイフィングをしたから議論的には劣ってるチームより自動的に下に来るっていうことはない。つまりナイフィングをしても3位、もしかしたら2位を取ることは可能って思って大丈夫だと思います。なんかありますね、ナイフィングがなんかホットトピックになってるからでしょ。OK です。で 今って何時？11時15分です。過ぎても大丈夫ですか。休憩って必要？1分ぐらい。1分、じゃあ1分休憩。あ、いや、この間ですか、うん、この
この中はいらない。今ってことですか？この中では。OK、いらないね。じゃあちょっと、6つ目のリーズンポジションの説明の仕方にちょっとついて話したいんですけど、そうですね。リズムポジションを説明するときにまず 何する？てかこうなんていうかリズムポジションの説明っていうかディベーターが廊下からまた教室に戻ってきました、お疲れ様でしたって言って何するの？自己紹介やられたわ、自己紹介だわ。します。確かに自己紹介だね、はい、自己紹介をするとしてから正しい、してから次何する？決まったルールはないと思うんだけど、まあなんかジェネラルコメントを言うときもある気がします、ね、うん、ああそのクソでしたね。え、大丈夫です。ラウンドはクソでしたとか、よかったですとか、うん、多分俺もそれがいいと思って、つまり、まあ、順位とかリーズンポジションに入る前にこうラウンドをどう思ったか、グッドディベートとかビローアベレッジとか、その全体的な感想を言ってあげていいのかなっていうふうに思う。そうですね、まず、まあ、自己紹介に全体的な印象で、まあその後に、順位の説明に入っていくんですかね。でまあその時に、説明の仕方としていろいろまあ、あると思うんですけど、まあ順位を言った後にリーズンフォーディシ、リーズンフォーディシジョンというか、なんで、このチームが1位とか、なんでこのチームが4位とかいう説明に入んなきゃいけないよね。で、1位からやるとか、4位からやるとか、2位からやるとか、決まったルールはないです。で、ただやっぱその、なんていうか、進められてるのは、まあ、4位から、下からやるか、まあ、1位からやるかっていう、まあ、のが一番こう分かりやすいとされているから、まあ、それをやるジャッジが多いのかなっていう。つまり例えば1位から1位の説明して次4位の説明するっていうことは、まあ、あまり聞いたことはないかなっていう思います。で、大事なのは さっきその順位の出し方のところで言ったんですけど、まあ、相対的にっていう、つまりそのやっぱり隣の順位のチームと比較するのが一番分かりやすいのかなって思う。まあ、1位は OG だと。で、まあ、その1位の OG を単体で、なんで1位 OG かっていう説明をするよりも、おそらくその2位のチームと比較しながら説明をした方がしやすいし、ディベーターも納得をするのかなっていうふうに思うのかな。1位のチームも2位のチーム。だから、比較しながら説明をしていくのといいかも。別に何も強制はしないですけど、だから1位2位の比較、2位3位の比較、3位4位の比較っていうのがいいのかなって思いました。で、重要なのは、次にその比較するときに全ての、議論をカバーすることはできないし、時間的制約からも、まあ、あと能力的にも、あとそうだね、すべての議論もカバーできないし、すべてのこの観点、そのさっき言った順位の出し方の3つの観点を毎回毎回繰り返すわけにもいかないと思うから、その主に見た点を、まあ、見た点に絞って、まあ、この観点から、まあ、ある程度判断しましたって言って、その中で細かく議論を追うっていうスタイルでいいと僕は思います。例えば、まあ例はいらないや、うん、で、ディベーターが納得するのは、納得しやすいのは、一つの観点よりも二つの観点から見てる方が納得するし、二つの観点から見てるよりも三つの観点から見てる方が納得はすると思う。だからそこはまあバランスを取る必要があると思うけど、
例えば、そうして言えるのは一つの観点から見たっていうのはちょっと危険かもしれない。とは思います。で、あと2つ言いたいことがあるんですけど、うちにこれは結構コツで、特に大会とかでこう評価、どういう人たちが評価されるかって言ったら、おそらくそのバランスの取れた感じを出すと評価をされるんですよね。このジャッジはバランスが取れてるって、いろんな要素を考慮してるっていうふうに思われたいから、エグザンプルは、この確かに O のロジックが十分だとは言わないと。ただ、OG と比較したときに、っていうと、ああ、見てるんだなって思うわけね、チェアとか。だからその、バランスが取れた感じをアピールすると、いいのかなと思います。これはつまりもうリーズンオフィシャルの説明をしようか、うん、これはつまりジャッジ感だけじゃなくてディベーターもそう思うし、うん、あと2つ目に最近個人的に思うのは、やっぱりこうもしある議論を考慮しなかったなら全くそこは説明、そこも説明してあげてほしいな。僕はこういうところで見ましたっていうのは当たり前だけど、そのやっぱディベートが気になってるのは、なんでデプティの最後のポイント考慮しなかったんだろうと思う。だからそこは考慮しなかったなら、それは別に考慮しなかったでいいと思うけど、その理由を言ってあげてほしいなと思います。でやっぱりそのディベーターでもジャッジでも、その疑問が少なければ少ないほどリーズのディシジョンを聞いた後納得しやすい。そうですね、リズム以上に関してはそれぐらいかなって思う。なんか質問あるか、ここに関して。あ、重要なのはこのリズムジャッジに、あ、ごめん、ディベーターに説明するリズムディシジョンは、ディスカッションを、した後、ディスカッションしたして、みんなで決めた一つの順位のリーズンフォーディシジョンだから、ラウンドが終わった直後に自分が用意したリーズンフォーディシジョンではないっていうのは、これはすごい重要な点。つまりパネルとかこの順位に なった経緯には、そのパネルが言ったことを踏まえてるかもしれないから、パネルとディスカッションした上でこの順位になってるか、順位を変えて当初の順位、そういうところもちゃんと踏まえてリースのディシジョンを説明したいので、これは結構重要なことでちょっと言わせですね。何かありますかね、質問。なんか4位から言うのと1位から言うのってなんで変えるんですか。人それぞれなんですか、ね、人それぞれだし、なんかその時の気分。気分。うん、なんか。あと、まあ、真面目なことを言う、あ、今の真面目なんだけど、気分っていうのは。真面目なことを言うと、たぶん1位がクリアだったら、どうだろうね、人によるのかな。1位がクリアだったら、とりあえず1位の説明を済ましておきたいからとかもあるかもしれないし。うん、とりあえずそこは決まってるルールはないから。うん、あ、まあ、これが説明を しやすくするかわからないけど、その全リズムフォー順位を説明する前に全体的な印象を言うときに、これはオープニングハーフのディベート だと思いましたとか言っちゃってもいいとは思うけど、もしその後の説明がしやすくなるなら、ちょっと慣れてきたらっていうか、やってほしいのは、やっぱりここの順位はクロースだと思ったけど、ここはクリアだったとかいう説明をしてほしいよね。
つまり3位と4位はもう正直 CGOG は正直あまり差がなくて、けどここで見ました、聞き目ました。まあ一番いいタイミングはその順位を言った後かもしれない。1位は何々です、2位は6、3位、4位で、まあ1位、2位と3位、4位は差はクリアだけど、その1位と2位の間とか3位と4位の間はちょっとクロスでしたとか、こういうの言ってもいいのかな。他に何かありますかね、質問は。何でもいいんで。次に、特に問題となること、これすごい実践的でもないけど、まあ、やっぱ問題になるとっていうのをちょっと感じることがあるんだけど、まあ BP のラウンドで問題とされることナンバーワンは、その何がエクステンションで何がエクステンションじゃないかっていう、これは多分ディベートレクチャーでも今ちょうど同じことをやってると思うんですけど、ジャッジとしてもそのエクステンションをどこまで見るの、どこからがエクステンションなのかっていうのは難しいとは思います。エクステンションの定義は僕が思うに新しくて、重要なこと、それが多分エクステンションだと思うんですけど、の定義だと思うんですけど、ただなんかジャッジをするときにすごい気をつけてほしいのは、なんかなんていうかエクステンションの定義っていうのはなるべく寛容にジャッジをしてほしいなと思います。つまり何でもエクステンションになりうるっていう心構えでジャッジをする。でもしそれがラウンドにおいて重要な働きをしてるなら、しかもオープニングが言ってなかったなら、言ってるけど説明してなかったなら、それはエクステンションになるよね。ちょっとやっぱりエクステンションに対して厳しい傾向があるのかなって思うから、特に日本のディベートにおいて、だからそこはエクステンションは寛容っていうふうに思います。みんなエクステンションの定義、こういうのがエクステンションになり得るってことを分かってると思うから、BP のディベート、ディベーターとして BP のスタイルの大会に出たと思うから。あと、2つ目に問題になるのが、WIP の評価なんですよね。で、すごい感じるのは、やっぱ WIP が、ちょっとこう、過小評価されてるのかなって思う。特に日本で、で、覚えておいてほしいのは、そのメンバーの段階では正直そこまで強いと思わなかったエクステンションも、WIP スピーカー次第と、WIP スピーカーのプレゼン次第では全然重要なエクステンションになると。エクステンションっていうのはメンバーのところでは終わってなくて、WIP スピーカーまでわからない、どうなるかそのエクステンション。ウィップスピーカーがすごいメタディベートをして、こういう理由でこのエクステンションはこういうふうに位置づけられて重要なんですことを言ったなら、そのメンバーの段階での重要性と全然変わってくるから、エクステンションの重要性が。だからそのウィップスピーカーで全然順位は変わるっていうのは覚えておいてほしいなっていうふうに思います。メンバーの MG の段階では4位だったかもしれないけど、ガブウィップが強い仕様に対していい理由として、さらにエクステンションの見せ方を工夫してよく見せたなら、それは十分2位にもなり得るし、4位から1位になる、4位だと思ったチームをガブウィップだけで1位にするっていうのはあんまないかもしれないけど、だから十分順位を変動し得るキーパーソンだよねっていうのは覚えておいてください。
であとウィップスピーカーなんですけど、最後にウィップスピーカーに関しては、あの新しいリフュートは全然していい。リプライスピーカーではないから、あのニューポジティブマターは許されてないけど、別にあの リフュートは全然していいと。新しい、ただあまりに重要なあのリフュート、自分たちの、 あのなんていうかな、ケースとすごい結びつくような重要なリフュートをウィップスピーカーがしたなら、そこは考慮しなくてもいいかもしれないけど、ただあの原則的にリフュートはもちろんウィップスピーカーもしていいよねっていう話です。そうですね。で、じゃ3つ目に特に問題となることは、まあやっぱり BP スタイルだけじゃなくて、その他のスタイルでも問題になるのが、その性質の違う議論をどう比べるか。分かりやすいのはあの SQ と AP のその差によって、差を説明することでジャッジを説得しようとするプラクティカルなアーギュメントと、別に差の大きさとか質によってあのではなくて、そもそも原則としてモーションともが問題としているものは正しい間違ってるっていう説明をしようとするプリンシプルアーギュメントっていうのは、確かに違う性質を持ってると思う。全く同じだとは思わない。ただでこれをどうあの比べるかとか、どう評価するかっていうのは、まあ、ジャッジによっても違うし難しいところだとは思うけど、まあまあ、言えるのは、なんていうの、まず絶対にこのプリンシプルとプラクティカルの間に優劣はないと。優劣はない。両方同じ重要性を持っている。ラウンドにおいてその重要性は変わるかもしれないけど、ジェネラリーに、同じ重要性を持っている。で、あとやっぱり、普通にその説明の仕方っていうか、そので、評価をするしかな、比べるしかないのかなっていうふうに思う。つまりどれだけロジックがあるのかっていうのは両方 の, あのアーギュメントで求められることだし、どれだけエクザンプルがあるのかとか、だからもう中身で見てくださいっていうことしか僕は言えないですね。そのアーギュメントの性質で決めないでほしいなってことだけはちょっと強調したいです。あと4点目に、BP の構造的な問題について、あのどこかで認識していてほしいと思います。構造的問題っていうのは何かっていう と, ちょっと簡単に言うと、その何て言うのかな、オープニングだったら、まあ、1回スピーチしたらもう喋れないし、声以外は。クロージングも、待つ必要がある。オープニング中のディベートは、まあ、ポイ以外は参加できない、まあ、そういう構造的問題っていうか、そういうスタイルだよね、あの BP スタイルで、これが何で関係してくるかっていうと、やっぱり、まあ、よく言われるのは、順位を出すときにより強く印象に残っているのはクロージング。これはしょうがないこと。なぜならクロージングがつい最近スピーチしたから、オープニングが30分前にしてる。だからそのなんていうかな、印象、クロージングの印象が強くなりがちなのは、なりがちな傾向があるっていうのは認識しておくべき。つまりどこかで俺はすごいクロージングを今評価してるけど、私はクロージングを評価してるけど、
これは別に印象の問題じゃないよねみたいな、うん、よかったから、うん、あとはオープニングの後にクロージングが喋るっていう構造があるというのも認識しておく、ね、つまり、言い換えるとオープニングはクロージングにはエンゲージができない。だからまあよく言われるのは、やっぱり CG が OO とか CO が OG の議論を、まあ、ある程度潰すのは、まあ、運命だよね、もう定めだよね、運命とかしない、定めだよね、うん、BB スタイル。だから重要なのは それはある程度当たり前とは言わないけど、ある程度 BB スタイルが想定されていることで、消されている CG がクロージングが消したからクロージングが自動的に上に来るっていうことはないよ。まあ、さっきの順位の出し方の3つの基準に戻るんだけど、そういう構造があるっていうことは認識した上で順位を出してほしいなと言います。今のが4点目でね、5点目に多くてごめんね、まあ、ジャッジをすれば分かるんですけど時間がないんですよ、ラウンド終わった後に。さっき僕は3分って言ったけど、僕は大体いつもパネルに3分でディシジョン出してって求めるんですけど、まあ長くても多分5分で、正直ラウンドが終わった後によし順位出そうって思っても多分5分じゃ出ないから、やっぱ何が求められてるかっていうと、ラウンドが進行していく中である程度もう順位を出しておく。オープニングが終わった時点で DLO が終わった時点で、まあ OG と OO の優劣はある程度つけられると思うから、そういう感じね。だから常にディベートをこう傍観者として見てるのではなくて、ある程度こう頭を働かせてプロセスしながらジャッジをしてほしい。そうしないと間に合わない。もっと言うと、建設的なコメントフィードバックとか、あとスピーカーズスコアもレンジ程度でもいいから、もうスピーチが終わった後とかに俺はいつも紙の一番上に書くんですけど、まあ、どっかにこうメモっといてもいいのかな。ラウンド終わったら全部思い返すのが難しいことなので、そう思います。なんか質問ありますか。はい、メイワンは、ソデイのナンバリングというか、 なんかサインポストぐらいしかしてなかったので、リップがもう、まあ、ロジックつけてイラストつけてウェーイってやって、ああそんな素晴らしい色だったんですかっていう場合とか、あとメンバーが、まあ、すっごい上手いんだけど、リップがもう全然繰り返せてもないみたいな、メンバーが繰り返してしながら何してんだそいつ、はいみたいな、そういう、そういういろんな場合があるんだけど、そういう時ってああエクステーション来るのが取らないの微妙、メンバー字で分からなかったわけですから、その見せ方というか、そのもうロジック単位で付け足してきている場合とか、そういう場合って、いくつかの人がどう取ったのに、どう取ったのが偉いの、どっちが偉いのか、それどこが偉いのって。あ、偉い偉いそういう時どうしたらいいのかな。結論それだ。いや、俺は今までさ、大会でメンバーがやったことなくて、ウィップばっかやってきた人間だから、まあ、俺に聞いたらウィップの方が偉いって言うけど、正しい答えはもちろん、差がないって言ってたんだけど、だけどメンバーがサインポスト程度しかしてない、はい、それはさすがにエクステンションじゃないよ、ね、ボソボソ言ってるだけみたいな、何を聞こえない、ボソボソ何を言ってるのか気になるよね、そうそれ実は言ってたんですよみたいな、聞こえなかったからみたいな、それ声の大きさだただジャッジしててさ、ウィップが As my partner told you, As my partner saidいくら繰り返されても、いや言ってねえなって思ったら言ってないんだよね、うん、それはディベーターの責任だから、おそらくそれはエクステンションを取らなくていい例だと思います。
サインポスト程度でエクステンション喋ったぜ、どやってやられてもそんな甘くないよね。ただ細いロジックがあればもっとですね、それをもういくかって伸ばされた場合程度によると思うけど、例えばこうアーギュメントがあってロジックも出てると、ただ問題はそのポイント、それをちゃんと立たせるにはそのロジックのロジックが必要だと、うん、ここはもうウィップの腕にかかってるんだけど、正直ウィップが上手かったら多分それはね取られるんだよね。アサーションがあってこのリエズも出てたとメンバーを殴るんでしょ。でも相手が返してないと、返してないって言ってこう言ってたっていうのを見せ方を変えたらうまく説明すると、でちょろっとリーズムですよ、エグザンプルもこうポンポン出る。俺は多分ねそれはありだと思うよ。なぜならそのロジックが出てるなら返せたんだよ、こっちのスピード。難しいところだと思う、難しいところだと思う。ケイタさん、テープ足りないです、はい、あと2分になります。あと2分か。いや、普通にどうしましょうか。ん？どうするのがいいですか。全部取りたいですか。あ、じゃあ、それでとりあえずじゃあ何かもう一個クイックリーに質問があれば、ここの章に関して。あると思うんだけど、すごいこれが今のこのセクションすごいなんか実際やってたら問題になるから。はい、だからエクステンション、何でもエクステンションなりルールって話で、でもなんかニューだしバトルもわかるんだけど、お前レレバントじゃないエクステンションってどこまで聞きたいからいいですか。それはつまり弱いエクステンションなんだよね。なんかどんなモーションでも言えるようなタックスかかるみたいな、このプランやったらタックスかかる、エデュケーションにかけるお金減るみたいなのは間違いなくニューだし、なぜならオープニング言わないから。そんなあ、ごめん言うかもしれないおそらく言わないし、もうめっちゃニューだし、こうエデュケーションにかけられるお金が減ったらやばい、ウェルフェアなくて人死ぬみたいな、インポーダンスもしっかりやるおーおーおーみたいな、ただ遠いと面白くない。それは弱いエクステンションで、なんかだからエクステンションがないとは判断しないと思うけど、ジャッジしてて、ただやっぱり弱いエクステンションでしたっていうのを今のような理由をつければ妥当な判断なのかなって思う。今答えてたの質問に、どう扱えばいいかっていう話なんで、うん、大丈夫。他に何かありますかね。次どこだっけ。あ、まあ、ディスカッションについて入る前に言い忘れてたというか思ったのは、ポイは重要です、 POI はすごい重要です、どのスタイルでも重要だけど、パラメータリベットやってる限りは DP スタイルは特に重要。このつまりさっき言ったように BP スタイルの構造的な問題がある中、ポイっていうのがその唯一の発言機会だったりするから、クロージングは早くディベートに参加したいのにできないっていう中、 POI を取ってもらえれば唯一できる機会だし、オープニングの議論が忘れられていく中、リマインドしてクロージングの議論にちゃんとこう絡めて、ラウンドにちゃんと実はもう最初から貢献してたっていう見せるの唯一の機会もポイだし、例えば OG と CO の比較ってすごい難しい、 OG と CO が強くて1位2位多分間違いない、ただどっちが上かっていう判断するときに一つやっぱ重要になってくるのは POI と、
王子のスピーチ中に CEO から声を取って、その CEO の声に王子が答えていると。ただ CEO はその王子の返しを上回る説明をしなかったら、王子の方を CEO より王子を上にする理由の一つにはなる十分。つまり POI はすごい重要だから、メモるべきです。ちゃんとリズムビジョンの中ですごい重要な働きをすると思う。それはみんな分かってると思うんですけど、一応リマインドということで。で次に最後の最後の方だけども、ディスカッションについて。BB のディスカッションに 入ったことある？入ったことある人？あ、あるんだ。ほとんどないんだね。BB のディスカッションが、じゃあまず BB のディスカッション、そうだ、流れの前にじゃあ目的？ BB のディスカッションの目的は、ディスカッションをすることで一つの順位と一つの reason for decision と一つのスピーカーズスコアにたどり着くこと、それがもう最終的な目標。ディスカッションここが決定的な違い。エージャンスタイルもディスカッションはあるけど、それは全部個別で、もう冒頭もリーズもスピーカースコアも用意した後に話すけど、 BP はもうそもそも共通の順位、リーズムディシジョン、スピーカースコアを作り出すっていうのが目的です。で次に2つ目に、ディスカッションの際の心構えですけど、なんかさっきから心構えばっかり言ってる。俺はまあ3つあると思って、1は自分の考えはもうはっきりと説明すること。チェアがすごい、まあ、有名なオーソリティのある人だったとしても、パネルが自分が新米だったとしても、それは別に関係ないから、ね、ちゃんと自分の考えを説明することが大事。それはチェアが説明することも、パネルに対して説明するのと同じだけど、2点目に、相手の意見をちゃんと聞くこと。パネルだったら多分ちゃんと自然となんかチェアの言うことは聞こうとすると思うし、自分がチェアだったら心がけてパネルの言うことはちゃんと聞いてあげる。必要なので持って、で、3つ目に、その自分の考えを変える寛容さというか、柔軟性っていうの、日本語が見つからないんだけど、だからその自分の考えを変える用意をちゃんとしといてください。それはパネルだとしてもチェアだとしても、これがなかったらいつまでたっても行き着かない。この3つはちょっと心がけてディスカッションすると。で、まあ、流れなんですけど、おそらくどの大会でも言われるのは、国内国際大会問わず、まずパネルから説明をする。まずパネルから、順位とリーズンビジョンを軽く説明をすると、まあ、3分とかぐらいで。で2人言い終わった後に、2人じゃないかもしれないけど、チェアが言う。なぜかっていうと、チェアはやっぱりどうしても経験のある人がなりがちだから、パネルに比べて。だからチェアが先に言っちゃうと、パネルがこう言えないとか、下手したらパネルが順位を変えるとか言ってくるから、だからパネルが2人が最初話して、次にチェアが話す。でその後に、一つの順位にすり合わせていくんだよね。で、まあ、チェアだったら、
ちょっとあのチェアとパネルに場合分けして、チェアの場合はチェアの役割は、まあ、基本的にそのディスカッションを進めることで、適宜パネルに質問をする。なんでそこにしてここをサインしたの、この議論はどう思った、でパネルの役割っていうのは、まあ、チェアのある程度その、ある程度チェアのその、まあ、進行に従って、指示に従って、そのディスカッションに貢献すること。やっぱチェアとパネルの違いは、まあ、その司会進行役を務めるのがチェアだっていうこともそうだし、その今この段階で残された時間とこう考えながら、今話さなきゃいけないことっていうのを適宜見極めなきゃいけないのがチェアなんだ。特に順位が全く違ったら、どこからその活路を見出すかっていうのは、まあ、チェアが考えなきゃいけないこと。で、ある程度平等に発言機会があるようにとか、そういうこう、まあ、気配りみたいなのをしなきゃいけないのもチェア。やっぱこのその見極めがやっぱ難しいところだと思う、チェアの中。何を今話さなきゃいけないのか、どこを比べなきゃいけないのか。でもおそらく、理想的にはそれをすれば一つの順位にたどり着くのではないでしょうかという感じですね。もしたどり着かなかった場合はもう冒頭するしかないと。で、冒頭するときにはそのある程度この2チームに絞って、冒頭したいかな。だから僕のこの順位と正反対の、俺が OGOOCGCO って言って、パネルが COCGOOOG って言って真逆だったとして、あのそれで冒頭っていうことはない。ある程度もうすり合わせて、ただここでどうしても折り合いがつかないっていう時に、冒頭っていうのは結構最終手段だから、あくまで話し合ってもうランナーとかにすごい急かされた後にもう時間がない、どうしようもないってなった時に、冒頭するっていう感じです。基本的にはディスカッションで一つの合意に至る。ディスカッションはこれはもうあの実際にやってみるしかないと思う。こう、ただまあ、じゃあもうちょっと詳しいことを言うと、ディスカッションは時間が限られてるから、そのチェアとパネルで、パネルとパネルの間でその違うところをメインに話していく。だから両方 OG を1位にしたら、でもっと言うと CG を2位にしたら、 OG と CG がなんで1位2位かとか、 OG と CG の比較とかは正直しなくていい。もっと絶対に話さなきゃいけないのは、なんで片方が OO1 位にして CO4 位にしてて、なんで片方が CO3 位にして OO4 位にしてるのか。だからその違うところをについて話す時間を割く。それが、まあ、鉄則。もし何もかも違ったら、これはもうチェアによるけど、僕だったら、重要なそのイッシューをの捉え方が根本的に違うわけだから、なんでこのイッシューをなんでそういうふうに評価したのとか、そのなんでそういうバラバラな順位になってるのかっていうのをまず見極めるかな。その後に説得にかかるし、同時に発言機会も与える。
もうバラバラだったら一つ一つこうある程度正していくというか、その認識のズレをなくしていくしかないと。なんか質問ありますかね、ディスカッションの進め方について。なんか、例えばパネル4人とかが全然チェアと違って、チェアがものすごい説得して動いたっていう場合も、これって別に OK なんですか？まあチェアが気をつけなきゃいけないよね。なんかその強要してるんじゃないかみたいな、自分の注意を。ただそれは十分あり得ること。俺はパネル4人は、パネル4人の順位が似てて自分だけ全く違って自分の順位に最終的になったってことはないから、あまりないケースだとは思うけど、あり得るとは思う。特にパネルがあまり BP のジャッジに経験がなくて、すごいチェアが経験豊富な人だったらあり得るかな。ただ大事なのはパネルがそれにちゃんと同意してること。他になんかありますかね。これもやるしかないんですけど、実際ラウンドに入って。大丈夫ですか？大丈夫？大丈夫です。本当に OK。 じゃあ最後に、最近思うことってよくわかんない、ね、じゃあなんかこれ関西の、BP、 関西で BP セミナー開いたんですよ。プレオーストラルと同じ日になっちゃって、僕はプレオーストラルにいられなかったんですけど、関西の BP セミナーでジャッジセミナーを、ジャッジレクチャーをやって、その時にも言ったことなんですけど、最近ちょっと見てて思うのは、多くのジャッジがそのディベートで言われたことだけしか、言われたことのみを判断材料として、なんかボードとかスタイル問わず順位とかを出してるなと思って、それはなぜかっていうと、口酸っぱく客観的で色とか、なるべくその主観は反映させるなってことを言われてるからと思う。で、実際リスクがあるから、その主観っていうのを入れることに関して。ただ僕が思うのは、個人的にこれ反対する人もいるかもしれないけど、その本当にいいジャッジっていうのは、ディベーターが言ってないことも正しく判断材料に入れて、ボートとか順位を出すってことだよね。例えばいい例は、たとえディベーターがコントラだって指摘してなくても、もしがっつりコントラしてるなら、それは判断材料に入れるべきだし、たとえ相手チームがこのアーギュメントはイレレバントだっていうリフュートをしてなくても、イレレバントだと思ったならその評価は下げるべきだし、アンリアリスティックだと思ったら下げるべきだし、なんていうか、その介入といえば介入って思われるようなことも必要な時がある。特に BP スタイルのジャッジではそれが求められてる。 OG と CO の比較なんて正直ディベートでなされてないんだ。比較っていうか、どっちが優れてるか、ディベート通りでやったらそれは CO の方が優れてるってなりやすい。使用が最後に喋ってるし、使用の方が後から喋るから応じを潰す機会があるし。だから重要なのは、その、なんていうのかな、ディベートで言われてないことも、難しいけど正しく判断材料に入れる必要が出てくると思う。特に BP スタイルのジャッジ。が言いたいことは言ったんですけど、何かありますかね、質問が。はい。戻るんですけど、コントリビューション。
にロールフルフィルメントが多分基準じゃないですか。なんかこうダウンの貢献度とロールフルフィルメントともに BPM が基準じゃないですか。その、なんていうか、またはケースバイケースだと思うんですけど、どっちを有効すべきなのか、マジで分かんないというか、さっきのなんかメンバーが無双して、ウィップが全然無双しなかったけど、そのメンバーのエクステンションが、もう OGOCDC の中で一番優れてる、けどウィップは仕事してないから、ロールフルフィルメント的にあんまりいいなのかなと取るのか、とかってロールフルフィルメント何なのかという。ロールフルフィルメントが何かは多分分かってて、問題はその他の基準との兼ね合いですね。で、僕が個人的に思うのは、ロールフルフィルメントの前にやっぱり議論の優越とか貢献度を見てほしいなと思う。ロールフルフィルメントカムズファーストジャッジは良くないかなと。だからイージアンにおけるダイナミクスと同じノリでロールフルフィルメントを聞いているか。それもっと、それで僕はいいと思う。同じぐらいですか。もっと BP のロールフルフィルメントイージアンダイナミクスより大事ですか。俺はそのダイナミクスっていうエクサンプルを出してくれたけどと同じノリで判断してるかな、いつも。っていうのも、なんかロールフィルメントで順位を出すとかリズムディシジョンを固めるのは楽なんだよね。仕事してるかしてないかっていう判断の方が、この反論でどこまでこの、議論を切れてるかっていう判断より簡単だから、ロールフィルメントで、順位を決めがち、決めやすいから。だからそういう意味でも、そういう修正があるっていうのを踏まえると、やっぱりロールフィルメントを重視しすぎるのは良くないのかなって個人的には思いますね。はい、他に何かありますか。すごいいい質問。言ったけど、あと聞いてて思ったと思うけど、結構その俺が考えるとか経験してきた中でってことが多いから、他の人にも聞いてみるべきだと思います、違う考えがあると思うから。ロールフィルメントもそうかもしれないし、どこまで自分の主観を反映させるべきとか、対立すると思うし、マナーの重要性とかもジャッジによって違うし。まあ、とりあえずこの後の午後のラウンドでリラウンドあるんで、その時にまた話しましょう。とりあえずお疲れ様でした。ありがとうございました。